DS PDS。はい、それだけだとね、スーパーのみかんの試食コーナーでね、下痢を漏らした系 YouTuber のトゥルです。小学生の頃ね、家であんまみかん食えなかったんでね、スーパーのセレクションっていうところでね、まあ試食用のやつって、まあ食いまくってたらね、ケツから下痢が出たっていうね、もう今で覚えてますよ、小学3年生の頃です。この話結構話したことあると思うんですけどね。まあコップ。はい、って感じで、そんぐらいね、みかんが大好きなんですけど、今日はあの動画はね、もうタイトルに書いてある通り、みかん10キロは、皮何キロか気になりましたはい、もう毎日ね、みかん10個ぐらい食うんですけど、なんかさ、食ってるとさ、なんか皮がどんどん出てくんだよね。もう捨てんのめんどくせえし、なんか重いなって。あれこれさ、俺騙されてねって思ったんですよ。もしかしたら皮の方が多いんじゃないかってね、ちょっとね、もう疑問に思ったんで今日ね、測っていきたいと思います。で、今日10キロの、買ってきました。あぶらじゃーん、みかん10キロ三日月みかんですね。で、今ね、ちっちゃいみかんがあんま売ってなくて、これ、2500円しましたね。ちょっとね、とこい。普通ね、1000円ぐらいでも売ってんですよ。僕が下痢漏らしたところもね、1000円で売ってたんで、1000か900円とか。おー。いや、これ自体本当にちゃんと10キロあんのかも気になりますね。ちょっと測りましょう。もしかしたらなんかトラックのうんちゃんつまみ食いしてるかもしんないんでね。トラックうんちゃんつまみ食いし続ける。はい、ではね、測ってきてればまあハンディとして、まあ段ボールの重さもね含めてあげましょう。かわいそうなんで、よいしょ。もしかしたら段ボール含めての10キロかもしんないんでね。ほい、おー、くさー、しっかりしてるじゃねえか。はい、10.5 キロですね。はい、残念ながらね、うんちゃんね、つまみ食いしてなかったですね。ではね、皮どんどん剥いていきましょう。うん、何個なんだろうね。これ皮結構あるぞ。皆さんどんぐらいだと思います？あのさ、エビフライってあるじゃないですか。あれもね、衣もね、決まってんですよ、量が。昔なんかエビがさ、結構貴重でさ、あの、ちっちゃいエビにさ、めっちゃ大きい衣をつけて、それで販売してたりとかしてて、それが問題になってね、ちゃんと決められてんですよね、量が。衣の何対何とかっていうのが。だからみかんの厚さも、もう3センチあったらちょっと嫌ですよね。皮何キロあんのかっていうのをさ、変えてほしいっすよね、今後。よし、どんどん剥きます。トラックうんちゃんつまみ食いし続ける。目的ついたらパンなくなってる。そんな君は勇者、勇者。もっと僕を愛してくれないか、ないか。もっと愛しなくしてくれないか、ないか。そんなことはできないよ。分別しました。思ってる以上に辛いですよ、指がもう真っ黄色。はい、ではね、皮をね、測っていきたいと思います。パッと見てちょっと盛りましょう。わー、これすごい、結構あるあるねえ。これなんかでかいタワーのハンバーグに刺すような、はぁ、箸刺すか、箸刺してみよう。おお、まあ、箸と皿の、あの、重さはちゃんと引くんで。では測っていきまーす。皮落ちてないよな。果たして何キロか、もう結構ね、すごいと思うんだよ、これ。あ、これやばいぞ。これ相当皮で食われてるぜ。いきます。スイッツワッコーシュ。2.4キロ。アンベレパパだ。みかんの、まるでみかんのクソや。で、ちょっとね、皿、取ります。皿と箸。で、皿ね、これね、プラスチックなんで、もう、めっちゃ軽いんですよね。だから、そんな期待し、
やばいこれ、なんだよケバブやん、ブイーンって。あ、皮でやったら美味しそうだね。さあ出るかね、これ。はい、 100g ですね。 100g です。はい、で読んで、みかん 10kg に対して皮が 2.3kg あること分かりましたね。要するに 7.7 対 2.3 ってことですね。思ったよりもね、多かったね。僕 1kg もいかないかと思ってたんですけど、すごいね、皮って。はい、だからなんかこれ皮を捨てること自体なんかね、もったいなく感じますよね。お風呂に浸かしてね、みかんの湯とかさ。なんかもっとこう、有効活用できたら、いいですよね。だって皮にね、一番栄養があるって言われてるし。まあ、みかんの種類によってね、多分違うと思うんですけど、まあ、大体こんぐらい8対2で覚えておけばね、いいと思います。ためになった方はね、グッドボタンお願いします。ではね、See you! アドバス See you! PDS 株式会社。チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ。はい、この三日月のね、糖度もね、調べてなかったんで、調べます。垂らします。はい。で、測ります。は。12.9。うん。まあまあですね。ヘガイスパイダーの京都ね。冬なのにね、日焼けしてきた、うめっす。で、僕ね、まあ白人なんでね、日焼けしても、その、真っ赤にしかなんないし、そのやりすぎるとやっぱ皮膚がんのね、皮膚がんになる可能性もあるんで、あの日焼けしないようにしてんですけど、白人でもね、こう日焼けできるよね、あるんですよ。あ、プルプシュー、日焼けするタイミング。なんだこれ。クオリストブロンドズターナー。これ5年前ぐらいにもね、紹介したことあるんですけど、ね、すっごい効き目で、これ1日やるだけでもうだいぶ黒くなるんですよ。1日目でもすごいんですけど、2日目もね、さらにね、すごくなるんですよ。1回やったらね、1週間ぐらい持つんで、だったら1週間ね、これ塗り続けたら、どんぐらい真っ黒になるのか気になったんでやっていきたいと思います。あと、その、気づくのかっていう、僕が徐々に黒くなっても。でね、動画撮る前にね、ちょこっと塗っちゃったんで、ちょこっとね、黒くなってると思うんですよ、僕。ほら。多分いつもよりはね、黒いと思うんですよ。まあこれ覚えといてください、この黒さ。では塗ります。12時間後ぐらいにね、効果が出ますね。これ背中塗れないよね、こういうオイルみたいなんですよね。これ1週間塗り続けます。では次の日。はい、では2日目の夜ですね。どんぐらい黒くなってるか、はっ、ほら、最初よりは全然黒くなってるはずですね。で、こっからまたさらに塗ります。よし、限界を知りたいよね、これ。では次の日。はい、3日目ですかね。どうですか、黒くなってますでしょうか。ちょっとね、 GH5S だとね、分かりづらいかもしれないですけどね。黒くなってるはずなんですよ。ちゃんと塗ったんですよ。あと顔もね、塗ったんですよね。顔洗ってからローションつけてから塗ったんですけど、どうですかね。全然黒くなんないな。おかしいな。あ、でも黒いな。黒い黒い。では、さらに重ね、塗りします。もっとね、まんべんなく、やります。真っ白の人には本当いいよね、これ。よし。今日の動画でね、黒くなりましたってコメントがちらほらありますね。なんか唇の色が悪いとか言われて、日焼けしましたかって。あとギャル王になりましたって言われて。はい。まあ、さらに塗ります。でもなんか、あんま伝わんないな。あれ？全然黒くなくね？なんか気持ち悪いって言われるのちょっと辛いっすね。確かになんか、髪長くなってギャルも見たくなってるからね。ここが白いな。全然違うっしょ。あと背中と全然違うと思う。
はい、では次の日